日本代表アジアカップ仕様田中を使ってきました。どうも、世界最終順位11位のおもちゃです。ということで、今回はですね、アジアカップの日本代表の、ね、田中を使ってみました。まあ、守備数値とかはかなり上げるとめちゃくちゃ高いんですよね。でスピードも80乗ってくるアンカーということで、まあ、ボールはですね、やっぱ身長も180センチなんで結構持ちやすいですね。だから重ためのアンカーっていうよりかやっぱりちょっと軽めのアンカーなんで、ボール運びとかはかなりいいですよね。ただやっぱりスキルとかがそんなに優秀ではないんで、やっぱりスキル追加はね、つけてあげないとちょっと厳しいのかなと。まあ動かしやすいからカーソル当たった時とかはね、こんな感じでパスコースに入ることができて、パスとかも結構うまいんで、その後のつなぎもできるかなと。まあこんな感じでね、ちょっと上がらしてみたんですけど、ここ惜しかったっすね。これ入ればね、良かったんですけど。まあガチスカというと、さすがにね、星3つかなと思います。まあガチスカ厳しいんですけど、イベントとかでね、使っていければなと思います。当たった人、おめでとう！